はい、皆さんこんにちは。今日はいないいないばーに初登場したおーちゃんの挨拶についてですね。自己紹介などを済ませて、そしてはるちゃんと交代する話になりましたね。はるちゃんは今後ワンワンワンダーランドに登場することになります。番組上では進級という形をとっているみたいですね。卒業というよりはそういう前向きなところがいいのかもしれませんね。今後はおーちゃんが登場するので、皆さん温かい目で見守っていきましょうね。はい、今日はいないいないばーのおーちゃんの初登場についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。